高いところ、エルビスイバックフォークを、はい、出して、そろそろ、エルビス小指に入るか。さあ、上昇しています。ここから上昇して、そのまま順返りをするように、降りてきて、いよいよ始まります。何回もありますかね。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19回もありました。すごい。大きな拍手をお願いします。ユルギスホイール周りに回りました。はい、一回目が回らないのか、とても不思議ですね。さあ、そんなことはお構いなしに、それではぐる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 、さあ、再びこちらの方に回りながら降下してきました。リードを乗せてやってきます。さあ、乗車しながらロール、俳優に軽快に回っています。しながら現在位置の方向を変えてきます。そしておっと、低いぞ低いぞ、いやー、これはもうなんと言っているか分かりませんね。垂直に登ってきました。もう本当にハイパーク自分の庭のような状態でアクロを続けています。再び低いところに行くかな。はい、上昇ですね。さあ、背面飛行でこちらの方に入っていきます。マイナスの地重をかけて背面からもうスピードがほとんどなくなっている状態です。こちらの方に会場相手の方から入ってくるようですね。相当速度をつけてきました。おっと、低いぞ、おい、ユルギス、わお、うわ、たっけ、全く異次元のフライトを見せてくれています。さあ、機体をつって、あれほとんどもう止まっている状態じゃないでしょうか。本当に自分の手足のようにスーポイ26を操っています。ユルギス・カイリス、世界に数々のタイトルを持っているスーパーマンです。さあ、右手の方向から低いところを渡った。本当に近いところで宙返りを見せてくれます。降りてきましたよ。わーおー、宙返りの下のピークが道路から 2,3 メートルですね。まさに超人と言ってほしいですね。再び、さあ、低いところに、はい、隠れて早く出てきてくださいという感じで来ました。今度は下に降りて7人になりましたね。飛んでいきます。